神ゲーやります。本当はドラクエの新作始めようかと思ったんですけど、いつもの行き先のブックオフに売ってなかったんで、まあ、3ヶ月ぶりにこのゲームもう二度とやらないと誓ったのに、10枚コインを5個集めて、オッケー。あ、なんか懐かしいな、この感じも。一応 S ランクから落ちたらもう二度とこのゲーム開かないって言ってるんで、ちょっとこのラグさ、このなんかラグい操作が性能が悪い感じももはや懐かしいわ。これ10枚コインだから、まあ、焦んなくてよくて、でなんか前のルイーズだって死んでるから、一応即死トラップだけ気をつけて、なんか上にステージがついてんな。キノピコは大幅リードしていますが、あれそんなこともなかったわ。これ別に焦っても意味ないんだよな、どうせだって目の前にさ、ステージの前で、おお、なんかお前それ大残念でした。一生ここにいよう。まずあいつら気を落とす。はい、残念だよ。ディフェンス力に定評のある、お前は行くぞ。はい、残念。よし、皆殺しした。10枚コイン1枚ゲット。ちょっと待って、なんか地震、俺今揺れてんのか。最近っていうか今日地震3回ぐらい起きてんだけど、怖い。あ、この鍵、待てよ、この鍵を持っていけば終わるんじゃないか。さあ、ちょっと待って、なんか外トラックが通ってて揺れてんのか、地震で揺れてんのか分かんねえ、怖え。マリオメーカーやめらんねえんだけど。最後結局にちゃんと、まあ一応俺がトップであることは変わりないから、このファイヤーフラワーとかも別に取ってっていいな。あいつら俺に追いつけんだろ。多分後ろでドベやドベ同士足の引っ張り合いしてると思うから、ここでアホファイヤーフラワーじゃないんだ。ちょっと操作なんとなく慣れてきたんで、何今の10枚コインでも俺は2枚しか取ってないな。他のやつが1枚取ってるっていう説もあるけど、あ、これ3枚目、あ、これ上のスター取った方がいいって。やばい、あ、来てる、早いやつが来てる。で、これでスター取って、おい、邪魔だ、お前、お気持ち悪いんだよお前、マジで、おい、ブスこいつ、ちょっと待って。いや、まだでもゴールじゃない、さすがに10枚くらいまだ集まってないから、俺の、はい、俺ゴール条件取ったら、サバンナ、ちょっと待って、来るな、こいつら、こいつをかわせばいいだけ、邪魔すんなって。上からせんとゴールできねえじゃん、これ。うわ、むしろ、おい、誰かに止めろ、マジで、あいつ止めろ、ふざけんなよ、で、おい、ちょっと、ゴミが、はおい、ガン、やべ、ちょっと待って、すいません、大パンの勢い強すぎて、スイッチ飛び出ました。やばい、ダイアランとスマッシュブラザーズ来た。しかもさ、対戦相手の名前さ、マサラタウンのサトシとさ、あと YouTuber に勝つって名前になってたから、これもう俺全てにおいて負けられない条件整ってんだけど。さあ、ダイアランとはお手の物だから、マリオメーカーじゃないんだよ、俺の本命は。ダイアランと、俺、だって俺のキャラなんだ、マリオか。え、わからん、仕組みがわからん、どこ行けばいいんだよ、この、え、まあ、ゴール条件何、あ、パワーブロックを、なんだ、パワーブロック10個壊したら、あ、上にあるやつか。あ、違う、あれパワーブロック、あった、あ、なるほどね。全然大乱闘の意味わからんけど、そしたら。え、1個、あ、2個、え、こんな感じのことやね。1個、2個。ちょっと邪魔するな、お前。え、さあ、10個目をやるのが、ちゃんと数えとこう。これ分かった、また、4個、5個。いかに、最後の1個をやるかが大事で、今ここで頑張る必要は俺にはない。全然大乱闘感ないんだけど、今6個目だろ。7個。いや、ほんとできれば下に落としたいんだけど、8個、あ、いや、あ、やべえ、取れた、全然数負けた。いや、最悪、こっちから、奪い取れば、いやー、くっそ、止めろ、絶対止めろ、お前、止めろ、ルイージ。は、何これ、どうなってんの、これ、おい、あのルイージ、待って、最低なことしてんだけど、おい、鍵が、あいつ、ドアの前にバネを置いてるから、いけねえんだけど、おい、ルイージ、お前もゴールできねえから、そしたら、ふざけんなって、気づけ、バカ、お前、くっそ、ルイージが、おい、ゴミ、おい、おい、そうだ、もう何これ、せっかくゴール条件取ったのに、早く開けろよ。ルイージお前見えてんのか、時間残り20秒しかねえんだよ。早く岸へ、あいつキモすぎる。もうこう、あ、来るか、開けろ、ドア、そこの取られたし、どっか行った、あいつ、待って、絶対そこの扉違うだろ、逆だろ、戻ってきた、返せ、よし、取りました。これで俺が行って、今バレ、あ、来た、邪魔だ、お前だけだよ、絶対負けねえんだよ、危ねえな、これラン4、なんかさっき大パンしたの痛すぎて右腕折れたわ。なんかそのまま机殴ると痛いからピュレグミ買ってきたやつ殴ったんだけど、ピュレグミショコラ味がさ、新しく出ててさ、なんかイチゴの中にチョコが入ってんだけど、そのチョコ全部飛び出たわ。さあ、これラン4って書いてあったからあれかと思ったけど、なんか4人バトル用ステージみたいな感じかと思ったけど、そんな感じじゃない。上取ったから、これ多分そこ入ったらプレミアだぜ。先に行くパターンだけどする。うかわしきれた、オッケー、危ない。さあ、ちょっと待って、俺ルイージだよな、オッケー、キャラが分かりづらい。入れ、俺頑張った中に、あ、入ってよかったの、俺、あ、セーフ。いや、このままゴールされると、ラン4だから多分このままさ、オートランみたいな感じで走って大丈夫なんじゃない。これ絶対正規ルートじゃないじゃん、これ入んなくていい、これは。邪魔すんな、よし、一人脱落。マリオはもう俺たちの戦いにはついてこれない。あ、そしてキノピコを抜いていく。何踏んだお前、危ねえ、このキラ頼む、追いつける、まだ全然追いつける。あー、目の前で、オーバーグローングローブズ、
まあ最悪ゴールさえできればいいや、マイナス1か2しかされないから。だけど1回ぐらいまず1位を取って、あの起死回生につなげていきたいが、これ相手 S プラス3人だったらやばいんだよな。この時期まだマリオメーカーやってるやつガチでしか見づれえ画面が。どパックグラブはどこにいるのか、背景と髪型全然見えねえ。さあこれちょっと怖いから上から行く。これ入れるとか違うな、入れないとかだったら。あ、待って、ピコピコちゃんね、誰だ、 LINE 送ってきたの。おい、実況中に LINE 送るなんて誰だけ言っただろう、お母さんか。ちょ、これしっかり避けていって、ルイージとか、お、LINE 送ってくるんだ、誰だふざけんな、お前。そのモザイク処理がめんどくせえだろ。さあ、このパックグラブはどういう仕組みかな。これちゃんと下から行けばいけるやつ。お、降りてくんなよあ、オッケー、全員死んでる、全員死んでる。みんな何かしら積む要素があって、でここあんま焦らない方がいい、焦らない方がいい。焦らず、こう飛ぶってことでしょ。なんのためのツタなんだよ、じゃあこれ。あ、なるほどね。こうやって水が来てるときに行けっていう感じで、で、このツタはフェイクだから、ちょ、ルイジ、お前、俺上取っとこう、上取っといて、お前先に行けよ。俺、捕まれないから、とりあえず動いて、相手の様子を見よう。なんか俺、人にね、じらされてる状態でやるとね、死ぬんだわ。は？何が？ちょっと待って、入ってたぞ、あいつも、入れるなんて知らないんだけど。え？どうなってんの？どうなってんの？なんか、ちょっと待って。あ、いや、ルイジ死んだ。だったら、俺は落ち着いて、ジャンプすればいいだけ。もうなんか無理だよ、これ。はい。4。ちょっとやばい、マジで勝てる気がしない。このゲームってこんな難しかったっけ。いやー、マジで1位取らなかったら終われないみたいな気に変えようと思ったけど、まあそれするとなんか案外簡単に1位取れそうだから、まあ適当に切るのいいところで終わっていきたいんだけど、これ初動ここにいると死ぬと見せかけて、多分最速でいけば問題ない。むしろ最速でいかなかったら死ぬやつ。オッケー、木の病だけ分断されたから、ちゃんと幅跳びを利用しながら行かないと、これはマリオに追いつけない。距離感が分からぬ。やべえ、これ、あれだ、猫マリオないときついやつだ、これ。どっかに猫マリオ埋まってるはずだけど、はてらばっか、くそ、ラグ、ボタンチェーンやめろ、お前。上から、危ねえ、そのクッパきつい。オッケー、1人死んだ、お二人死んだ。え、こいつどうしよう、ちょっと、危ねえ。落ちてた。猫マリオ、よしギリセーフ。これで、まあ、俺は最悪リカバリーが効くようになったから、え、待って、行き先見えない。地獄か、この先は。あ、よかった、ちゃんと道が繋がっていた。これ、アルクッパー倒さなくていいやつか。頼むぜ、ルイージ。さあ、このままゴール行ってくれたら、あれは、切るやつはちょっと注意しておいて、変わるタイミングで、これ焦らなくていいでしょ。重い、重すぎてタイミング見計らない。ここ、ちょ、早く、ちょ、うっとうしい、ちょ、待って、もういいや、もうこれ、なんだ、ここ、イライラする。もういいや、すぐ行って、あ、しかもゴール見えた。あ、ゴールじゃん、これやったぞ。お、やっぱ1位取ったらすぐ終わりの企画にしなくてよかった。まあ、本気出せばこれが余裕なんですよ、俺にかかればね。モンスターハウス1-3。さっきの試合から3連勝してるんだけど、ちょ、マリオ思い出したわ。そういや俺マリオだったってこと思い出したわ。さあ、ルイージがそういやこの確かこのゲームのルイージって相当気持ち悪かったよな。まあ、どのゲームのルイージも気持ち悪いんだけど、結局ルイージマンションとかやってみたいとか思いつつも買わなかったな。いや、この 2D マリオ持てないやつだから、ちょっとこれ、キノコとかないと俺不安なんだけど。さあ、なんか落ちてた。危ない危ない、なんか、ナイスリカバリー。相手を踏むことによって、おい、そうやって、まあ、死に急ぎ野郎、エレンにはなりたくないですね。まあ、俺はリーヴァイ兵長なんで。さあ、これはこのまま、え？ちょっとこいつなんで当たり判定あんの？ちょ、やばい、だいぶ殺虎されてる。いや、しかも、あいつでかい状態だから、スピンジャンプもないから、あのキューピオは、もう、何？なんかファイヤーフラワーが、ちょっと、え、ファイヤーフラワー走ってたんだけど、向こう。いつからファイヤーフラワースライドするようになったんだよ。早い、なんか後ろのキノピオの勢いがすごい。なんだこいつ、焦らせないでそんなに。いいよ、じゃあ先行ってくれ。お前先行けよ。オッケー、なんでこのファイヤーフラワー滑るの。よし、土管は、え、入っていいやつこれ。キノピオ、あー、それを倒して、あ、ざまあ見ろ。俺がじゃあその鍵をもらっちゃうぜ。キーブレード、真のキーブレードに選ばれし勇者俺なんだよ。これも勝てるんじゃない、この試合も。もしかして俺今になって S プラス行けちゃう。 S プラスの階段登っちゃう。レッツゴーオンジョニー。やばい、今日普通にあれなんですけど、30分ぐらいやっただけでレート100-120ぐらい漏れてる。今までマリオメーカーやった時、あのマリオメーカーのレベル下がったのかな、もしかして。それとも気づかないうちに俺のレベルが上がってるのか。これ上入んないといけないやつ。え、あ、普通にあれか、届け系か。ちょ、持つな、邪魔すんな。あいつ、ちょ、お前ら、謎解きわかんねえなら邪魔しないでくれ。多分向こうまで出しとれば届くけど、え、これ、いや、重い。ちゃんと助走つけないといけないタイプだから、これ、あいつらが死ぬのを、OK、1人死んだ、で、もう1人死んだ、あ、ここ、チャンス。ラグいけど、ちょ、タイミング、届くか。え、届いてくれないこれ。え、入れないし。あれ、土管の中入れるんじゃねえじゃん。なんで誰も入れなかったんだ。一回、あ、いいじゃん、なんか持ってきた。お前どっから持ってきた、そんな。え、それ持ってきたはいいけど、
何が俺、あ、俺があれオンオフスイッチ押せってこと、もしかして。あ、協力してオンオフスイッチ押す、みんなで。じゃあそういうあれでいくか。じゃあお前、待てろ、うん、協力しようぜ。何お前、おい、一番大事なもの捨てんなよ。あ、また来た。お、すげえ、そんなことできんの、うめえなお前。ちょっと待って、こいつやりてた。あー、しまった。ちょっと待って、これ後ろ側の人間、後ろ側の人間に残されてるのってもう敗北しかないのこれ。ちょっと待って、俺にももうワントライくれよ。ちょっとありが、あ、くそ、惜しい。あ、おい、お前まで死んで戻ってきたら頼む。よし、オッケーオッケー、俺一人の天下タイムじゃないかこれ、もしかして。あいつらもう二度とこっち来れねえぞ。で、こうすればいいだけでしょ。オッケーオッケーオッケー、俺にもできる、俺にもできる。ちゃんと取って、ここよし、で、テキテキブロック、危ねえあいつら。さあ、ここはちゃんとテキテキブロックに乗っていって、で、後ろのやつらオンオフ変えないで、頼む頼む頼む、絶対帰るなお前ら。おとなしくしてくれ。いくぞ、行くぞ。よし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 、おっしゃー、みんなでやり直せばいくせえかなってしません。ザ・ロスト・ビレッジ、やべ、今普通に実況中にぼーっとしてツイッター見てた。さあ、じゃあマリオメーカー久々にやるといいな。なんか月に1回ぐらいはいいかもしれないな、息抜きに。あ、なんか毎日やると多分地平で吐くけど、月に1回も多いか、まあ、年に1回ぐらいだったら全然構わん。さあ、ファイヤーフラワーを俺だけ取っていって、いやこれ鍵系じゃん、ゴール条件はなしだろ。どっかに鍵、あー、いやこいつは殺せないし、いあそこの下にあるドクロマークなんだ、あの下のなんかテケテケブロックを動かしていくみたいな感じ。あ、そのドアに入るのか、分からんな、なんかルートが多すぎて分からんけど、あいつらがそっちに入るなら俺はこっち入ろう。さあ、キノピコとかぶって、そう、危ない危ない、下から、おお、オッケー、あれ、なんかキノピコ焦ってどっか行ったけど、ねえ、これ俺がオンオフスイッチ押さなきゃいけないやつじゃん、嫌なんだけど。え、待って、避けれるか、これ、よし、次から次へと、ちょ、ルージュ、お前して、お、バカ、加速させんの、お前、あ、じゃあ押してくれ、お前、押せよ、な、戻ってくんなって、お前、押せ、押せ、あいつ逃げやがった、信じられない、しまった。おい、早く誰かのオンオフスイッチ押せよ、お前みたいなやつがいるから俺押したくねえんだよ。あ、もうほんとだ、人柱ありがとな、ありがとうとお礼だけは言っておいて。かわいそう、キノピコこっち来れないじゃん、もう。これ何、あ、こうあれが来ちゃいけないとこだった、クリモーさんギブアップ。さあ、後ろに残されたキノピコはもうギブアップするしかなかったと。あれ、行き先がわからん。え、みんなどこ行ったのこれ、あれ、あ、上か、あ、上になんかある、あ、上から一応いけるっぽいですね、これ。さあ、届いた、やべ、だいぶ出遅れてる、このまま何事もなくゴールされそう。え、どういうこと、俺だけこれルート間違ったの、なんかないの、普通のキノコ。え、これ臆せず右に飛べってことか。あ、なんかでも左下から、あ、これ臆せず右に飛べってことな気がする俺。あ、全然そんなことないよ、は、もう帰れないんだけど俺。ちょ、なんかお前もこっち来い。はい、残念。はい、地獄の仲間入り、もう二度とお前戻さない、ここに。一緒に死ねえや、お前もここで。あわよくば俺を上に返してくれ、鍵と一緒に。あー、なるほど、でかい、お前それでかい。よし、これで、ね、名探偵 MKR はいつどこでね、何が起きても、で、もう帰り道も分かってるから、さあ、遅いぜ。さあ、 MKR は待ってはくれ。あ、これダメだ、上から行かないと。 あいつやべえ、加速してたな。あ、しまった。まずうわ、あいつ、いや、まだ最速で間に合ってるでしょ、ギリギリ。ステージは続いてる。オッケー、先に行ったもん勝ち。オングスイッチ、あ、なにこれ、ちょっと光った、最悪、見えねえよそんなの。うわ、なんかでかいやつ取られた。あ、俺もでかいやつある。これでどこ行けばいいんだ。あ、なんかステージの最初のあったな、あいつはもう時代遅れ。ちょっと覚えて、あいつ覚えてるかな。俺はね、見えてたんだよ。違うんだよな、こっちなんだよな。残念だったな、ルイージ。さ、迷惑まだ続いてんのこれ。あ、怖い、下の毒沼が怖いよ。上まで上がってくるかと思ったけど、これ何、押さなくていいやつ。あそこに鍵がある。あ、よかった。これあれじゃん、殺しちゃうこと前提のステージじゃん。あれ、やばい、すごい勢いでルイージが来てる。殺せ。え、めっちゃ殺せるのに違うの。どれ鍵入ってるの、どれ。あの上にいるやつか、上にいるやつどうやって殺すんだ。ちょ、ルイージお前協力しろ。あ、じゃあ、お前上行ってこい。あ、分かった、俺が多分絶対上にいるやつだから、多分落ちてるんじゃない、あれ下に。これ落ちてくるやつ、俺が落ちた。はい、クソ、なえた。ザ・アドバイス・トレーダーズ、英語無理。ちなみになんか適当にいつも英語を言ってるように見えて、実は真剣に読んでるっていう。わざと変な風に読んでるんじゃなくて、一番真剣、あれちゃん、僕あれだったんですけど、あの推薦入学だったんですけど、大学の頃、あの英語のなんていうんですか、質疑応答みたいなのがあって、一問も答えられなかったですね。これは日本語にすると何ですかみたいな感じで、あれマジで惨めなんだよな。なんか分かんないけど、分かんないですって言ったら絶対ダメだから、まあ、なんか分かんないなりに、今日は宿題を
あのやって学校に行きましたみたいな、なんか適当にそれっぽいこと言ってるんですけど、全て間違っていましたね。だけど面接でやっぱ爽やか優等生感が溢れ出ていたせいで受かりました。さあ、ちなみに僕の大学の推薦は53人受けて50人受かりました。あ、あいつ鍵取ったな。鍵取ったってことは俺はもうここから動かん、動かず上にいるクズどもを2人俺のデビルバットゴーストでかわしながらゴールする。先に鍵を奪い取れる位置に位置するのが大事だな。これで後ろで死んでるルイージとかはもうどうでもよくて、結構ステージ長いのこれ。なんかショートカットでどこから扉とかで変えられたら問題だから、一応俺ももっち進んどくか。どこら辺かわからん、あいつが来るのが俺のことを待ってんのか。あいて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 、よし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 。さあ、お疲れ様でしたと。でここでまだキノピオが死んだということは、あいつも次の俺の障害となりうる。そう、一番怖いのは死じゃないんだ、奪われること。プレイヤーに最も警戒しなければいけない。水がない状態で俺は果たして、俺降ってくるやつでしょ、OKOKOK。さっきのステージで学んだ、ごめんみんな、鍵紛失した。おお、よかった、俺が失った鍵、みんな、これは多分後ろ、あいつらが踏み踏み踏みするわ。踏んだやつを踏む。ルイージが上がってくることを予期して、あ、よかった、ちゃんとルイージが持ってきてくれたんだ。よしよし、じゃあ俺ここで待ってるわ。うん、はよ、あ、気楽はよ。お前マジ一回もルイージとキノピオとマリオはちゃんと下まで探しに行ったけど、お前はずっとここで待ってただけだからな。そんなやつがこれを勝することは許されない。来い、そこだよ、いいね。無理じゃんこれ、いけた。なんかなんか合流していけたぞ。俺がせんと、俺一人のテンクタイム。ゼロオフ、これは O に見えてゼロですね。え、違うな、 O ゼロ F かもしれない、逆に。さあ、そんなどうでもいいことを、じゃあマリオメーカー俺いつ何試合ぐらいやったっけ。だいたいなんか10分から20分の間ぐらいで終わった気がしたけど、さあこれ暗闇ステージは先に行ってもいいことないから、こいつらに明かりだけ見させておいて、はしゃぐ。俺もなんかハリピ系キノピオにマジックマッシュルームになっておいて、え、まさかこれ走るだけで終わりとかないよな。このままルイージゴールしたら売るよこれ、このゲーム。なんか不穏な雰囲気になってる。でもね、先頭に出るやつが正義なんだよな。ルイージが止まったら俺らもあいつ抜かすことできないから、この一マスしかないやつ相手持ってないし。よし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 、待って、え、どうすんのこれ、え、え、これどうすればいいのこいつ。あーこれ俺が向こうまで運んでけってことこいつ。いや、ちょっと待って、これさ、ね、俺これあれだね、すぐさま戻んないと。あ、キノピオ工房でも一応俺の画面界から外れてしまったら多分ダメなんだよこれ。あ、しまった、俺やっちまったか、これもうやっちまった。あいつと多分一番左端まで運んでいくのが俺のせいだ。り113秒で行くか、走れよお前テキパキ、もっとしっかり走れ。で絶対あいつらは前から来んなよ、走ってくんなよ。俺がこんなさ走ってくんなと、お前だからバカどもお前だ。違う、クソ、あ、戻れ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 、押すな俺を、ルイージクソガイ。もう、あ、もう、いや、死んでいい死んでいい死んでいい。え、だからさ、違うんだって。え、キノピコお前さ、それ責任持って運べよお前。あいつ運んでねえだろ絶対、運んでないどころかお前死んだんじゃないあいつ。いやこれ間に合わないじゃん、そしたら一番左まであいつ運んでかなきゃいけないの。え、ルイージお前押すなよマジで、ゴールすること考えろ。こうやってさ抵抗できんの、ちなみにこれ無理なんだけど、押す力の方が強いもんだってこれ。分かったよなお前ら、押すんじゃないぞ、押してもいいけど、俺を最悪殺してもいいけど、あいつを運ぶ一番後ろまで、分かるか。あんま焦らせないでくれ、急にあれ降ってくるから、急に降ってこられて死んでも困るから。でキノピオ、え、これ70秒だろ、あと一応ギリこのワントライでいければ間に合う。あ、来た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 、あいつを一番左まで連れてくの、分かる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 よなお前ら、分かるよなね、なんでそんなことすんのね。じゃあもうほんと連れてかんかったら許さんからなお前ら、何やってんのほんとにお前ら、一人一人バカだよあいつらはほんとに。え、全員死んだ、え、キノピコ何やってんの。え、キノピコ死んでたらもう終わりなんだけど、運んでくるやつないから。なんでさ、え、マリオはまださキノピコに押されたから分かるけど、キノピコはなんで死んでんのさっきから。でもまあ、あとな、何やってんのこいつは本当にそういうさ無駄なトライしようとしたから誰もさクリアできないんじゃん。もう20秒じゃ無理だよ、左まで連れてくの。ちょっと脳使えやこいつらこいつを一応左まで持ってって踏んで何もいなくなったところをゴールしないのこれ。それから奇跡のすり抜け目指してみるか、俺もワンちゃん。どうせ残り10秒しかないし、こうとか、え、無理だよ、しょうもねえゲームだ
5分で作った全自動ステージ来ちゃう。やばい、戦闘じゃなかったら終わる。全自動ステージさ、積む可能性の方が高いんだよなこれ。全自動は本当に動かなくていいらしいから、いやこれ戦闘、いや どこに行くのが正しいんだ。ここだろ、ここが正しい。ちょっと頼む、動かさないで、俺動かさないで。あー終わった終わりだもうこれちょっとスタッフみんなでやり直さないでか、コースだわ。いやこれちゃんとステージの構造を理解しないと無理だって。お前ら一回みんなでやり直せせんかをして頼む。マリオそのままお前だから、ねえねえ、なんでみんなこんなことさないの。え、諦めたもう。そう、わかる。お前ら S ランクと S プラスなんだからわかるよな。え、キノピコお前 S プラスなんだから潔くみんなでやり直せ。よしで、これで最初が全て、最初の位置が大事で、いやこれさ、前に人いたら無理なんだよ。前に人いたらダメなんだってこれ。え、なにこれ、2人ギブアップしたのにさ、キノピコが一生やり直しませんか、押さないから進まないんだけど。え、なに考えてんのこいつマジで。え、俺がギブアップするの待ってんのねえ。え、スタートからやり直せ、押せよお前、おい早く押せって。俺とお前しかねえからもう勝負しようぜ。2人ならいいだろ、2人なんだからどっちが勝つだろ。え、そこまでしてお前なんだ、そこまでして引き上げにしたいか。え、なに考えてんのこいつマジで。おいお前やれよ早くギブアップしろってなあキノピコ、ギブアップでもみんなでやり直しませんからどっちもいいから。自分がみんなでやり直しませんか押したと勘違いしてるこいつもしかして。何やってんのほんとお前、おい何やってんだお前、ちょっと頼むぜほんと、お願いしますみたいなないの。みんなでやり直しませんか押してくださいみたいなボタンないの。ね、逆らわないでねえ。うぜえ、さっきからキノピコが、キノピコ使ってるやつろくなやついね。俺がギブアップするの待ってんだろ絶対。死ね、絶対にギブアップしない俺。いやもうなんか TikTok でも見てよ。え、てか待って、何これ、なんかさ残り数がさ1になったからみんなでやり直しませんか、キャンセルになったんだけど。え、どういうこと。あ、俺ボケ死んだら終わりみたいなのあんのこれもしかして。え、そんな新しい仕組み用意されてんの。え、知らん、その仕様知らん。ずっと俺ボッとしてたらなんか残り1期になったんだけど。え、これ俺負けなの、残り1期になったらえ、死んだら負け。え、じゃあ知らねえじゃん、残り80秒間。あ、それをこいつもしかして、あ、なんか周りにアプリあったとか言ったから変わったのかシステム。あ、そうだからこいつ必死になんかしてたんだ。あ、みんなにやり直せ しませんかできなくなってる。え、気持ち悪いこいつまあそんな意味わかんねえ。これさ、ルール持ち込むなよ、1対1なんだから先生どんどんやれよお前、知らねえし。いや絶対、じゃあ俺もここまで来たら粘り続けよう。お前なんかツイッターでエロ画像見て楽しんでたのに、お前対人戦で俺に勝てると思うよそもそも。こいつはあと3削るのは、だったらこいつのキッズと削っときゃよかった。スマブラじゃん、じゃあもうこれやってること完全に。いや、あと50秒間こいつと一緒に戯れなきゃいけないの、まあ、俺にとってあの引き分けは敗北じゃないから、俺にとって敗北は敗北。こいつはもう俺をそのルールを理解しながらも何も動かない、俺を5回も殺さなかったという弱者。もう覚悟しろお前、絶対あと50秒くらい粘ってるから死ねお前ってか1回くらい。まずあいつがここ来た瞬間飛び出して殺す。ヒップドロップしたいだろお前どうせ。来いよ、あそこ、あ、やばい。あ、はぁ、なんだこれ。うわ、しかもなんか一人で始まったし、何この仕様、知らん。え、お前死ねよ、死ね。うわーもう、はい、ざまみろ。もう一回死ね、頼む。もうこれ全然あれ来ないでしょ。はい、ジャンプした。はい、届かない。全然もうクリアできないんですか、もしかして。もしかして動かなければいいだけですよ。はい、全員ギブアップ、残機数なくなった。ざまみろ